長賃大戦笠戸ド祇園大山笠は、福岡県北九州市とバ区にて、毎年7月第4土曜日を挟む3日間で行われる祭り。博多祇園山笠小倉祇園大湖と共に、福岡県夏の三大祭りの一つとされ、共演会には、毎年十数万人の監修が訪れる。国の重要無形民族文化財に指定されている。 江戸時代後期の1802年、戸端地区に薬病が蔓延した際に神社に祈祷したところ成功を収め、このことを喜んだ村人たちが翌年の1803年に塚大臣に対して感謝の意を表した岩山笠を作って奉納した行事が始まりと言われている。太平洋戦争のため、1938年から1946年までは中断されたが、 1947年に再開された。上り大山笠見送り町賃大山笠戸畑区内の4地区、東戸畑地区、中原大山笠さ、沢見、中原地区、天来寺大山笠天来寺、大谷、鞘が谷地区の氏神様を中心に展開し、高校生以上の大人が担ぐ、大山笠さと中学生が担ぐ、小若山笠さの、 全発起による山笠行事の総称である。女人金星の祭りであり、7月に入ると、各地区の神社に設置される拠点である、宿もすべて男性のみで運営される。昼、山から夜、山と姿を変える祭りは全国にも例がなく、戸畑祇園大三笠の見どころの一つとなっている。山笠の土台に、幕瑠と降乱、登りで装飾され、山笠全面には前花、前な 背面には見送り、直径約1.5メートルの円形の台に取り付けられた幕が飾られている。幕類、見送りは、それぞれの山笠で、刺繍の模様が異なる。見送りの模様は、それぞれ西大山笠、保定東大山笠、和紙天台寺大仙笠、当時市中原大山笠、虎となっている。昼の姿である、登山の装飾をすべて取り外し、 台座の上に高さ4メートルの矢倉を組み、この上に5段、57個のちょをつけた、高さ約3メートルの角錐型の先端部を一気に担ぎ上げる。続いて6段目、7段目と順次12段目まで組み上げ、高さ約10メートル、重さ2.5トン、合計309個のちょをつけたピラミッド型の、ちょ大山かさが完成する。なお、 一つ一つの提灯にはすべてろうそくがともされているため、激しい動きの中で山が傾いて、提灯に火がつくことがあれば、山形が叩き落として消し、跡を補充する。六十から百人で山笠を担ぎ、各山笠が地区の威厳をかけて競う。それぞれの地区で奉納の儀が異なる。最終日の天雷寺を山笠の奉納は、天雷寺通りから、 菅原神社に至る坂道を一気に駆け上がっていくので、スリリングであり男たちの雄操さを間近に見ることができる。なお、区内の主な町内に、り山笠や人形山笠の子供山笠があり、小学生が参加する。子供山笠には車輪がついており、綱をつけて子供たちが引っ張る形で運行される。大山笠同様に、小学生が太鼓 鐘などで擬音林を演奏する。太鼓、鐘合わせ鐘横笛を使った祭り林があり、山笠運行の際などに奏でられる。お囃子には数種類あり、最も有名なものは山笠運行時の王太郎囃子で、太鼓、鐘合わせ鐘によって、一定のリズムを刻みながら奏でられ、酔いとさ、酔いとさの掛け声とともに、 柿子の歩みのテンポを合わせる目的も合わせ持つ。各地区によって日本林は若干違いがあり、その地区にしかないものもある。また、鐘などの音色も地区により若干異なっている。毎年7月第4週の鐘、土日曜日に行われる、あっ公演。ありがとうございます。